はい、皆さんこんにちは、こんばんは、イストです。本日はですね、前回の、ダンジョン高校のおすすめイベキャラの続きの、今回は当初キャラのおすすめキャラをね、紹介していけたらいいなと思っております。はい、まあ前回と同じように僕が持ってるキャラだけの紹介になってしまうので、そちらの方ご了承のほどお願いいたします。はい、では早速いきましょう。まずは風薙ですね。彼はめちゃくちゃ強いです。はい、コツは野手はめちゃくちゃあるんですけど、投手だけ見ると打たれ強さ、怪我しにくさ、キレ低めということで、まあ、ここも十分強いんですし、何より強いのがイベントで敏将をめちゃくちゃくれるので、まあ、打球反応であったり牽制、バント封じ、まあ後から紹介するね、暁守の金徳でくれるマインドブレイカー、まあ、あと脅威の切れ味とかね、の敏将不足をこいつ一人で抑えることができるのって非常に使えますね。はい、まあ、僕は37なんですけども、まあ、やっぱり40以上の方お持ちでしたら、ぜひともダンジョン投手では今や必須と言っていいんじゃないですかね。はい、僕は風薙の時はもうめちゃくちゃ魔境に入ってしまいまして、もう累計で撤退してしまった結果こうなってしまったので、まあ、風薙をお持ちの方はぜひとも使ってみてください。ダンジョンにおいてはレベル僕37でも全然使えるので非常におすすめでございます。はい、で続きまして北斗、彼はもう言うことないほど強いですよね。はい、伸び伸びと球速コツをくれて45で試合経験点ですね。はい、僕は45になってないので、まあ、ダンジョンでは使ってはないんですけども、45の方でしたらもうぜひとも使ったらいいんじゃないかと思います。はい、まあ、唯一デメリットがイベントでの体力消費が激しいということですかね。はい、まあ探索において体力少ないと結構苦しくなってしまうので、まあそこに目をつぶればめちゃくちゃ強いキャラでございます。はい、どの高校でも強いですねこいつは、本当に北斗は。はい、で続きまして猪木もテーブルというかテーブル45で試合経験点がついて、能力が、まあ、タイピン打たれポーカー低めということでも強いですね。はい、まあ、ただ金徳は精密機械確定ってとこもいいんですけども、次回紹介するマネージャー編ですね、彼女編のダンジョン必須キャラにおいて、この精密機械が虹谷沙莉さんと被ってしまうので、まあ、二人同時編成っていうのはできないので、そこはデッキ用相談という感じですね。はい。なので、サイリさんを採用しない場合ですと、結構強いんじゃないかと思います。はい。まあ、ポーカーフェイスだけでね、ちょっと嫌なんですけど、それ以外は強いですね。はい。で、続きまして、虹谷。これも、風投げに次ぐ必須キャラの一人ですね。はい。まあ、テーブルは、まあ、特に経験点ではないんですけども、コントロールコツと急速変化という2種類の、タックを持ってまして、まあ、小指を持ってるということで、あとコツがキレ奪三振とコントロールコツ、これが非常に優秀ですね。はい、やっぱ投手の査定が高い特の2つを持ってるっていうのもでかいですし、まあ、コツイベント率アップ 40% もありますし、非常に強いですね。金徳も確定、強キレドクター K から選べる。で、福井部でモテモテも取れるということでね、虹谷は必須なんじゃないかと思いますね。はい、まあ、ぜひね、35でも全然強いと思うので、ぜひ使ってみてください。はい、今のところ虹谷、風薙はほぼ必須って言ってしまってるんで、もう確定と言っても過言ではないですね。はい、で続きまして星井スバル。はい、もう初期キャラの一人なんですけども、彼も試合経験点ボーナス持ってまして、45でコツイベント率アップも持っております。で能力が逃げ球尻上がりとコントロールコツですね。はい、で金徳は折り辺です。
まあ、彼は何が強いかと言いますと、やっぱ変化キャラというところと、まあ、コントロール骨、経験点、骨指率アップ重複していってしまったんですけどもっていう感じですね。ただ福イベが非常に回数が多いので、他のイベキャラのイベントを潰してしまうっていう点ではちょっとデメリットがあるのかなと思いますね。はい、あと僕は持ってないんですけども、星スバルの別バージョンである、暗黒スバルは、折り辺と内無双を選ぶことができて、能力もここに確か伸びと切れが追加されてるので、まあそちらお持ちの方は絶対そっち使った方がいいのかなと思います。ただ内無双のね、金特成功率がマジで闇らしいので、確実に、確率って言ってもこいつもこいつで確定ではないんですけども、まあ可能性を上げたいのであれば、この普通の通常スバルを使ってあげてもいいんじゃないかと思いますね。はい、ってな感じですかね。はい、続きまして神高。神高を使ったことないんですけど、まあコツ強いですし、やる気テーブル45連試合経験点ですし、まあ金徳も成功率は高い方だと思うんですけども、ただデメリットとしてはやっぱり体力消費が激しいですし、金徳は4回あるんですねこいつ。はい、なのでダンジョンにおいてはあんまり向かないのかなとは思いますね。はい、まあ、ただ持ってる方は使ってみたらいいんじゃないかと思います。はい、いやー、でもどうだろう、僕も使ったことないんで何とも言えないんですけども、おそらくそこまで機能はしないかと思いますね。はい、まあ、スライダー骨もあって骨数だけ見れば非常に強いんですけど、ちょっと使いづらいかなと思いますね。はい、次は久方。まあ、彼はですね、隠れ有能キャラでございまして、まあ、コツはないんですけども、まあ、経験点ボーナス、まあ、45でコツイメトリスアップ 20% ですね。はい、で金徳成功すると球速プラス2と強キレをもらえるので、そこは強いですけど、まあ、なんせ不確定なのでそこは怖いなという感じですね。はい、あとイベントで技術をね結構たくさんくれるので、結構不足しがちになる技術を抑えるのにこいつ一人で十分になるっていうのもでかいですね。はい、まあイベントデッキによっては外れてしまうキャラではあるんですけども、ぜひ使ってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、っていう雑な説明になってしまったんですけど、僕もね一回使ってみたんですけども、脅威の切れ味をね、あの教室で抑えられるんですよ、ダンジョンガチサクセスにおいての。なので、まあ、これから紹介する、神楽坂もそうなんですけども、脅威の切れ味持ちキャラを入れるってなるとまたルートとかも変わってきちゃうので、そこはちょっと考えどころになってしまいますね。はい、では続きまして神楽坂は、もうコツはもちろん強いこと、テーブルも文句なし、経験点は持ってないんですけども、タックとかは、ね、非常に強いですね。はい、ただ金徳はさっき言った通り脅威の切れ味ということで、まあ、ダンジョンの編成においてはちょっと考えてしまうっていうのは、まあ、デメリットになってしまいますね。はい、で続きまして暁いかり。彼も必須キャラと言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、能力タイピンリリースで球速骨持ちですね。はい、で固有で試合経験点を持ってまして、骨メトリスアップ45で 50%。 はい、さらにこいつはですね、福イベ金徳イベでもそうなんですけども、回復イベントが非常に豊富で、調子安定の骨もくれますし、球速直上げのイベントもありますし、ここまでは火の打ちどころがないんですけど、まあ金徳成功率がね低いので、まあ強さに見合ってるなっていう感じはしますね。はい、たださっき言った通り回復イベントもありますし、まあ球速コツもありますし、タイピンチのコツもね、セーラーの金徳イベントで必要になってくる回コツでもあるので、まあぜひとも採用したいキャラの一人になっております。はい、で最後サンタ立川。これは僕 SR 持ってないんですけども、このサンタバージョンになったことによってね、クリスマスに固有イベントと、コツも、コツは変わらないのかな、怪我しにくさが増えたんですね。と、
品得がね、何せ確定になったということで、まあ、そちらも精密機械なので、まあ、さっき猪木に言った通りなんですけども、サイリさんとね、ちょっとコツが被ってしまっているところは欠点なんですけども、それを抜いたら、うん、絶対強いと思うんですよね、サントたちか。僕は持ってないので、使ったことはないんですけども、お持ちの方ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい。説明が下手くそな自分。はい。ってな感じで、投手は、これで終わりたいと思います。で、僕が毎回連れてってるのは、もう、この3人固定ですね、ほとんど。はい。それ以外は、使わないかなっていう感じはしますね。はい。なので、この3人ぜひとも、このトライアングル使ってみてください。まあ、面白い方はね、他の北斗とかね、スバルとか、北方なんて選択ガチャ券で取れたりもできますし、ってな感じですね。はい。ちょっと説明が下手くそだったかなってのはあるんですけども、当初はこんな感じで終わりたいと思います。はい。次回、ラスト、マネージャー、彼女のおすすめイベキャラを紹介していけたらいいなと思います。はい、では最後までご視聴のほどありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。ではさよなら。